ヤグン480億円男の失態が WS 出場を阻む。ヤンキースのジャンカルロ・スタントン選手はロイヤルズ戦で鈍足ぶりが目立ち、ファンから批判を受けています。彼は下半身の問題を抱えており、近年は盗塁もなく走塁が課題とされています。監督も現状を受け入れる姿勢を示し、ファンは彼の走塁がチームのワールドシリーズ進出を妨げると懸念しています。スタントン選手は長打力でチームを支えることが期待されています。みんなの反応。新人の頃走れるアダム・ダンと言われたのが懐かしいね。今季はジャッジやソト、スタントンらの打力でプレーオフに進出できたけど、スタントンの走力が気になる。短期決戦では特にね。スタントンじゃなければセーフになってたかもって場面が何度かあったし、プレーオフの成績は悪くないから首脳陣も悩んでるだろうね。マーリンズと10年契約して活躍してるのはすごいよね。大谷選手も10年契約だけど40歳まで怪我なく頑張ってほしいな。レンドーンは今シーズン本塁打0本で、スタントンは足が遅くてもホームランを打つけど価値は感じない。スタントンは今でも MLB のトップパワーヒッターだけど、下半身や腰の問題は年齢とともに出やすいね。トラウトも最近その兆候があるみたい。トレーニングしても経年疲労は避けられないし、側筋と遅筋のバランスが悪いと怪我しやすいのかな。足に不安があるけど、一発の脅威がある外野手、チームは高給取りだから怪我防止でホームランと打点を期待してる。スタントンは一度調子に乗ると本塁打が続くけど、今はゴロばかりで期待外れかも。足も速くないし年齢もあるけど、400本以上打ってるのはすごいよね。今年30本以上打った選手で400本打てる人はどれくらいいるんだろうね。無走者でのシングルヒットはあまり嬉しくない。晩年の清原もそうで、後続が続いても得点できず、全力疾走は危険だから走塁はジョギングになる。スタントンの走塁は昔からあんな感じで、彼が離脱するとチームの調子が悪くなる。だから怠慢走塁でも DH で出てくれるなら OK。 大谷の成績がすごすぎて他の選手の盗塁ゼロが普通に見えるよね。ホームラン54本に盗塁59って冗談みたいな数字だし、リハビリ中にこれを達成したのは本当に伝説級。これからどこまで行くのか楽しみだね。M カブレラは晩年に怪我が多く、体が大きくなって走れなくなった。スタントンも同じような状況になってきてるね。スタントンは過去のポストシーズンで決定的なホームランを多く打ってきたから、打てなくても価値がある。走れないのは小さな問題だと思う。ヤンキースファンが大谷の盗塁を軽視して批判してるけど、スタントンやジャッジも盗塁有利なのに結果が出てない。ジャッジのホームランが少ないのは四球が多いからって言うけど、大谷に四球を与えると盗塁されて得点圏に行かれるリスクがあるのに、それには触れないのは都合が良すぎるんじゃない。年齢や体型を考えると、全力疾走より怪我を避けるために慎重に走ってるんだろうね。でも遅いよね。ジャンカルロ・スタントンは筋肉が重すぎて柔軟性やスピードを失い、怪我しやすい。大谷が59盗塁して DH の新しい貢献を示したから、走れない DH の評価が下がるかもね。三振かホームランの打者で、デメリットもあるけどメリットが多いから契約してるんじゃない。スタントンの走塁はマイナスが大きく、今季の攻撃はは 0.7、 守備はは 1.0 で、総合はは3年連続マイナスだよ。シースが先発したパドレスの試合で、彼が変化球を投げる前に右手で髪を触るのが気になるんだよね。粘着物質を指につけてるんじゃないかって思っちゃう。特に2ストライク後の決め球の前に必ずやるんだ。ゴルフボールも土がつくとまっすぐ飛ばないし、整髪料を髪につけて帽子をかぶればバレないよね。多分やってると思うけど、6日は勝てたからよかったよね。 NYY ファンと地元メディアは厳しいね。レッツが NYY にいたら PO で叩かれてプレッシャーで実力出世なそう。スタントンとジャッジのおかげでポストシーズン進出できたのに、ニューヨークのファンは厳しいね。ヤンキース、2010年から2019年まで世界一逃して、2024年になった。そろそろ世界一になってほしい。怪我で全力疾走が難しくなることもあるけど、鈍足とか PS に影響っていうのはどうかな。ヤンキースは来年厳しい。スタントン不調、外対談、ジャッジも期待薄。スタントン、イェリッチ、オズナが同時に売られたのは驚き。特にオズナとイェリッチは安かったのに。スタントンとレンドンの契約が最悪で、メジャー枠を開けるには解雇して年俸を払うしかない。ヤンキースはスタントンにホームランを期待してて、走塁はあんまり期待してないんじゃないかな。大谷の脚力すごすぎ、あの体で速いのは驚き。
パワーも脚力も一流。 NYY ファンは年俸に見合わない成績に不満が溜まってるけど、ポストシーズンで活躍すれば評価が変わるかもね。みんなの反応としてはスタントン選手の走塁能力に対する批判が多く見られます。彼の鈍足がチームのパフォーマンスに影響を与えていると感じているファンが多いようです。しかし少数意見としては彼の打撃力や過去のポストシーズンでの活躍を評価し、走塁の問題は小さなことだと考える人もいます。また年齢や怪我のリスクを考慮して慎重に走ることを理解する声もあります。当チャンネルの意見としては、ジャンカルロスタントン選手の鈍足ぶりは確かに懸念材料ですが、彼の持つ圧倒的な打力はチームにとって大きな武器です。年齢とともに下半身の問題が増える中、彼のパフォーマンスを最大限に生かすための戦略が求められます。